群馬県内で農家などを視察している野田総理大臣が、TPP ・環太平洋経済協定の交渉参加へ向けた議論を急ぐよう、政府・民主党に指示したことを明らかにしました。しっかり議論して早急に結論を得るというのが、従来からの政府の姿勢でございますので、今、政府内でも党内でもそういう議論を始めるようには指示をさせていただきました。その上で、農業の再生と高いレベルの経済連携の両立を図りたいという考えを強調しました。野田総理は長靴作業着姿で稲刈りにも挑戦しました。農家を視察することで、TPP への反対論が根強い農業関係者の理解を得る狙いがあります。政府は TPP への交渉参加について、来月の APEC ・アジア太平洋経済協力会議までに結論を出す方針ですが、政府内、党内の調整は難航しそうです。